がとうございます。尺を持ってるかもしれない。さあ、トームジャパンミドステージスタートいたしました。うだちゃんを走り抜けた新曲の踊り方と皆さんの掛け声、そして大きな声援で送ってください。トラ焼きだわな。あ、ちょっと待って、それもらおうか。あと3周ですよね。あ、3周。あ、もう。あ、そうか。トラ焼き？はい。バナナ？固形物で。あ、ちょっと分かった。はい、西田選手、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、昨日、まあ、落車があって怪我もあったと思うんですけども、今日一日走ってみてどうだったでしょうか。そうですね、落車の足の痛みはちょっとあったんですけど、走れない程度ではなかったので、無事に走り切ることができました。今日チームの中ではどのような役割を？役割としては、もう僕は昨日最終ラップに前輪がパンクして遅れてしまっているので、他の4人を最後の上り口で前に引き上げていくっていうような役割でした。まあ、自身にとって4年ぶりの TOJ で、まあ、故障からの復活ということで、はい、まあ、4年ぶりの TOJ どういうふうに走ってますか？そうですね、腰痛めてる時も TOJ 堺ステージ見に行ったりしてたので、まさかも自分が走れるようになここまで回復できると正直思ってなかったので、本当に走れることが嬉しいっていうその一言につきますね。今後のステージで、まあ、どういう走りをしたいとか、そういう考えはありますか？そうですね、ちょっと総合でだいぶ遅れてしまっているので、総合でまだ UCI ポイント圏内の総合25位以内に入っている選手たちのアシストをしっかり、そういう選手が遅れないようなサポートができるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ井口選手、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、12位という、まあ、最後ゴール集団スプリントになって12位というゴールだったようですが、はい、レース振り返りどうでしょう？まあ、そうですね、例年見の方は少人数の逃げが決まって集団が緩くなってっていうパターンが多いんですけど、まあ、今日もこんな感じになって、2人逃げが決まって集団すごくスローペースで、まあ、平坦はすごく休める感じで上りだけちょっと上がるっていう感じだったんですけど、まあ、その流れでスプリントが濃厚になってきて、ラスト5キロのところにコムがあるので、まあ、そこで位置取りが重要になってくるんですけど、そのラスト5キロのコムの前の上り口が細くて、まあ、そこを前でクリアしないとやはりスプリントに、ちゃんと臨めない可能性が高いので、まあ、チームとして、西村や木村などにアシストしてもらって、ほぼ先頭で上り口に入ることができて、で足の調子も良かったので、まあ、集団すごく早かったんですけど、まあ、頂上で20人ぐらいの集団に絞られて、でそこに残ることができて感触も良くて、でこのまま行ってくれないかなと思ったんですけど、下りで後ろが追いついてきて、そこからはなんとか位置取りで頑張ってはまり込もうとしたんですけど、まあ、12位が限界という感じで、
難しかったっていう感じですかね。でも例年に比べて力ついてきてるのを実感しますし、まあ、あのゴール前の世界を見れたのは初めてなので、まあ、先につながったかなと思います。まあ、総合も、まあ、11位台をキープしてると思うんですけれども、まあ、明日からがいよいよ正念場になってくると思いますが、まあ、コンディション的に信用どうですか。コンディションすごく良くて、まあ、今日の岡も最後の岡越えも感触良かったので、まあ、飯田、出雲、調子が良ければ残れるとは思うんですけど、まあ、問題はやはり富士山で、そこでいかにタイム差を失わないかということで、この間まあ合宿で試走したときに大体自分のタイムがどんぐらいかって分かるんですけど、まあ、トップと比べるとどうあがいてもやはり力負けするっていうのはもう見えてるぐらいのレベルの差なので、そこを最小限に抑えるっていうのが目標なんですけど、まあ、なんとか25位、総合25位内入って優勝ポイントを持ち帰っていきたいなと思うので、まあ、全力尽くして頑張っていきます。はい、ありがとうございました。野村監督、お疲れ様でした。ありがとうございました。ミノステージ、まあ、最後集団スプリントの、展開になりまして、まあ、入部選手が12位という、結果でしたけども、レースはどうだったでしょうか。あのレース全体としては、僕が知っているツアーオブジャパンの歴史の中で、あの一番楽な消化レースになったかなという印象が今日1日ありました。というのはやはり昨日おとといのレースですね、あの2日間厳しかったので、まあ、ここに来て、どの選手も疲労が溜まって、無理したくない、まあ、明日からの厳しいステージに向けて無理したくないということがあったんでしょうけど、やはりラスト1周はですね、もうかなり、ハードな優勝争い、ステージ優勝争いが繰り広げられたので、まあ、もちろん島野レーシングもそこに全力でチャレンジして、今調子が上がっている入部キャプテンと、まあ、昨日、クラッシュしてしまいましたけど、横山も今日もチャレンジしたということだったので、その2名を全力で先頭に送り込む、作戦でラストの坂に、突入しました。ただ、まあ、あの結果としては、ね、10位内には入れなかった入部の12位が最高位ということでしたが、まあ、いいチャレンジをしてくれたんじゃないかなと、まあ来年以降につなげる面ではあのいい動きができたと思ってます。で、まあ、島野レーシングの全体の流れとしてはやはり明日以降、まあ、いかに先頭に残れるかというところをに焦点を当ててきたので、まあ、明日以降に向けて、まあ、気持ちを高めていきたいですね。まあ、飯田は、まあ、例年厳しいレースになりますけども、はい、まあ、どんなところを選手たちに期待してますか。飯田はですね、まあとにかく、流れに乗ってまずは前半をですね先頭集団でこなしていきたい、まあ、後半かなり力勝負になって、人数は削られていくでしょうけど、やはりあの総合成績で上位に入るにはまずここを乗り切らなきゃいけないところなので、まあ、そこは明日をですねもうワンデーレースのつもりで、1日戦ってほしいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。